皆さんこんにちは、ごぼう直樹です。本日も見てくださってありがとうございます。さあ皆さん、突然ですが日々どんなおカバンを持ってお出かけされていますか？今日はごぼうが愛用しているバックパックをご紹介させていただきたいと思います。こちら、じゃじゃん、ガストン・ルーガさん。今までも何度もご紹介しているので、すで、にお持ちの方、ご存知の方たくさんいるかもしれませんが、今日は、今までとはちょっと違うタイプのバックパックをご紹介させていただきたいと思います。こちら、じゃじゃん、ルーレンの16という、バックパックなんですけども、こちらをの魅力を、お伝えできたらいいなと思っています。動画の最後に、ちょっとだけ、お得な情報もお話ししたいと思っているので、よかったら最後までご覧ください。さあ、こちらルーレン16なんですけど、ここ最近私が毎日愛用しているのはこちら、じゃじゃん、ビーテっていうタイプのバックパックなんですけど、これもナイロン製で汚れないし、破れないし壊れないし大容量だし、ポケットもねたくさんついていて、で後ろのここにもあの楽譜が入る、まあ、パソコンとか楽譜が入るポッケがついてるし、あのこれ本当にもう毎日毎日これを背負ってお仕事に行ってますけども、あの、これが B 店だったんで、今回は、ルーレン16という商品のご紹介です。ガストン・ルーガさんっていうブランドは2016年にスウェーデン発祥の、ブランドなんですけども、私たちがガストン・ルーガさんに出会ったのは3年前ぐらいかなって思うんですが、その頃に比べて街中ですごくガストン・ルーガさんのバッグをね背負って歩いてる方をお見かけするようになりました。今日もね見たの。あとすごく嬉しかったのが、その出会った時もすごく素敵なリュックがたくさんあったんですけども、ここ最近は肩掛けのものが出てきたりとか、新しいバックパックの形が出てきたりとか、あのそんな選ぶのもより一層楽しく、なって、あの本当にあの嬉しく選ばせていただきました。で、あのただね、選ぶ時にこのルーレンのここがすごい気になったの。私すごく面倒くさがり屋だから、これって面倒くさくないってすっごい思ってて、折って入れて折ってここ閉じるの面倒くさくないって思ってたんだけど、見た瞬間全然面倒くさくなかった。本当にあの全員でここも本当に超スムーズにいくし、でこの中上開けてここが、まあ、テックになってればここ閉められるし、で中にもね仕分けのポッケがついていて、で私も一回やったことあるんだけど、バッグの中からポロリみたいなことは絶対ないでしょ、ここに閉じていたら。あ、安全と思って、まあ私みたいなねおどじな方はあんまりいないと思うんですけど、うん、でもあのたくさん入る上できちんとこういう閉じられるっていうのはとてもいい、あの素晴らしいことだなって思っていて、あとはポッケがたくさん、これもついています。ちっちゃなポケットがついていて、ここになんかペットボトルとか入れられるようなね、ポケットもついています。で、何よりもこの背中の部分にここに大きなねポケットがあって、 iPad とかあとはパソコンとかもバッチリ入ります。そして何よりも忘れちゃいけない、私たちといえば楽譜、これを持ち歩かなきゃいけないので、ここになんか私逆向きに入れてるけど、まあいいや、がっつりバッチリ入ります。じゃじゃん、ここにね、ほらきちんと仕分けして楽譜が入れられる、もうこれは本当にここ超神ポイントです、私たちにとってね。そしてその他の魅力としては、この質感、伝わるかな、この質感、このねこの防水加工になってるの、あの雨で楽譜が濡れてヨボヨボみたいなのが一番萎えるじゃないですか、荷物が濡れることがね、防水加工だから超安全持って、それも素晴らしいし、この背面にこのクッションがついていて、ここの取っ手の部分にもクッションがついていて背負いやすくって、で最初皆
時にすんごい大きくないって思ったんですけど、意外とこのビテンと比べてもそんなに大きさ変わらないから、そこまですごく大きくは感じないですし、ちょっと背負ってみるね。こんな感じかしら。うん、じゃん、こんな感じなので、女性の方でも男性の方でもね、もちろんね、使っていただけるサイズ感かなって思っています。皆さんがお得に買っていただけるようなクーポンコードがこちら、ごぼう22。このクーポンコードを、お買い物される際にクーポンコードのところに入れて適用を押していただくと 15% オフになるので、そのコードを使っていただいてご購入をお願いします。ガストンルーガさんのサイトは概要欄に貼っておきます。で、これね、多分前回も言ったんですけど、ゆりママがね、備考欄にごぼうから買いますって書いて注文してくれたみたいなんですけど、それだとね、さすがにね、割引はされないみたいなので、クーポンコードの適用をぜひぜひお願いいたします。ガストンルーガ、みんなで一緒に持ちませんか。ご紹介っていうのもそうなんですけど、本当に毎日使ってるので嘘でも何でもなく超おすすめです。なんか質問あればぜひぜひコメントで書いてくださればお返事をさせていただきたいと思います。さあ、それでは皆様、まだ今週も始まったばっかりですけど、頑張りましょう。ガストンルーガを背負って私も頑張ってお仕事行ってきます。それではまたお会いしましょう。